47球ですね。さてドラゴンズのマウンド上先発は角です。強すぎるんですね。だから私はもうちょっと右手を鍛えてね、やっぱりバランスよくしなくちゃいかんと思うんですね。なるほど、まあ、そういうものが初回に現れまして、ここも盗塁するでしょ、ね、はい、ええ、もうそろそろ盗塁、そうですよね、まあ、ヒットで打ちゃ二塁だと一緒っていう感じにね。さあランナー走った、42個目ボールでしたか。そうですね、はい、レフトの左にタイムリーヒットを打ちましたが、はい、そうです、実にうまく打ちましたね。あれはうまく打ったですね、打ったっていう、まあ、そういう表現のしようかないでしょうね。川村さんね、ポイントと言ってもいいんでしょうか、ね、そうですね、高い球よりは低い球のは好きですからね。だから原にとっては好きな方の球かもしれない。2本3本と猛打賞を打ってもらいたいというふうに乗ってもらいたいっていう感じでしょうね。2打席目にレフト前、この人がちょっと乗り切れない、その日その日によってもう全然バッティングが違っちゃうんですよね。だから今日なんか全然タイミング合ってない、ノーアウトのランナーが。さあまた走って打ち上げましたがファールです。いいようなそんな感じのスイングですから、やっぱり外角にスライダーあたりが一番いいんじゃないですか。さて中尾はどうか。やはりそうですね、こういうこと言っていいのかどうかわからんけども、どうも名古屋に来るとうちのバッターヒットが出ませんねとかって言ってね、まあ、出にくいグラウンドですよ。出ることができませんでした。当たっておりますホワイトとは非常に相性のいいホワイトです。トゥーナスイング、このような気がします。やっぱりボールを少し回してそれから勝負の方がいいんじゃないですか。ツーストライクワンボール、まあ体質的に言ったって夏型を送って、ホワイトのカウントが2ストライク3ボールです。ですね、まあそのぐらい柳田に期待してるわけですけどね、はい、全てそうですね。やっぱり、ね、一番いいパターンできてるんですよね、ジャイアンツは。だからやっぱりいかに盗塁させないか、中尾の肩だったら絶対あれではちょっとね時間がかかりすぎてしまう、投げるまでにね。ショート真正面もありますからね、はい、さあランナーが走る、これはアウトになりますか。さてこれで11打数の5安打、ホームランが2本、6打点、はい、ホームランペースこのぐらい打ちは大変なもんだということですね、はい、さあこれが角の100球目、山本浩二27本、掛布が24本、原に対してはもう完璧なピッチングですね。次のボールですね。